港のスタジオからヘルツの向こう側へ、今日もバリバリやるってばよ。キッケアニプレックスアワー、渦巻きナルトのオーナルト日本。なると役の竹内純子です。そして私と一緒に番組を進行してくれるマンパはこのお方、オロチマル様、覚えておいでですか。私、薬師カブトです。てなけど、こんばんは、カブト役のカンナのお年です。2回目でどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり毎回思うんだけど、なんで悪者の人がノリがこう明るいの。本当ね、本当にクジラさんもそうだもんね。そうなの。あんたダメなのよ、あんたダメなのよとか。本当にそうだったんですよ。もうあんたしっかりじゃないよとか。絶対これでメールやがきで、なんでカンナさんあんなに なんかウキウキしてんですかとか、なんであんなに優しいんですかとか、なんでこんなに悪者なのにいい人なんですかって絶対来ますよ。来るもうよこしてお願い。本当にいい人なんですけどね。はい、はい、今日の質問。はい、カンナさんの好きな食べ物は何ですか。ねカレーライスとかね、海の家のラーメン。海の家のラーメンという限定。そうそうそう、あのちょっと塩がいいんだわ。塩味がね、風になびいてこう入ってくるもんね。あれがうまいんだ、またあっちいなとか言いながら汗だらだら流しながら食べるのがいいんだね。じゃあ海によく行くんですか。行かない。あれだって夏の海って人がいっぱいいるんだもん。そういうこと言っちゃったらもう全てがおしまいじゃないのよ。でもね、冬の海は好きよ。冬の海行ったら寂しいじゃないですか。だ誰もいないところに一人でプツンと立っててごらん、うん、寂しい。これは寂しい。誰だ。超びっくりした、はい、この番組はネタが採用されることにランクが上がっていく公共の電波を使った選抜試験になっております。リスナーはアカデミー戦に在籍する候補生。ネタが採用されることに下人、住人、常人となり、常人になった方はなんとスタジオにご招待。イエーイ。ってことで早速お便りをご紹介します、はいはい、今日はですね、宮城県にお住まいのアカデミー戦関津真理さんからです。ありがとうございます。心理テストです。どこからかボールが飛んできてあなたに当たりました。あまり痛くはなかったけどびっくりしました。びっくりした。ではそのボールが当たったところはどこでしょうか。頭だ。私は、うん、頭。頭同じじゃん。この額にゴーンって感じ。ああ、俺はね、ちょっとね、この後頭部に近いこう横右側面ね、うん、ドン。そう、はい、これはですね、うん、それはあなたが密かにコンプレックスを持っているところだ。あれ、ここになんか10円パイあるみたいじゃん、なんか。私は何、頭が悪いって言いたいわけ。その通りだよ。そう、俺も頭悪いのはね、うん、自覚してる。頭悪いって自覚してる人間の方が強いんですよね。そうだよね。てな感じで、今日も最後まで暴れるぜ。お前の夜を俺にくれってばよ。可愛い顔してキュキュッと騒いで、ここは遠足じゃないんだよ。アニプレックスアワー。この番組はアニプレックス、ソニーミュージックエンターテインメント、昭和ノートの提供でお送りするってばよ。アニプレックスアワー、渦巻きナルトの